はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきたいと思います。ごきげんよう。朝ですね。お、コラボガチャチケットなんだろうこれ。私は北方くるみ、よろしくね。そう、戻らずにガチャが引けます。ヤシマソブリ、何のコラボガチャだったっけ。プレゼントが届いてるわよ。そう、太陽の巻き場王とのコラボガチャですね。イベント開催中よ。チケットが3ついただきましたが、なるほど、5つ貯めると1回引けるんだ。行ってみましょう。引かないと損です。あー、ダメだ。ネジオランバだ。なかなかいいものが出てきません。イベント開催中よ。気合い十分ね。と何年でもういいか。ベストオーバー体重確か508キロだったと思います。あとですね、この馬分かったのが、距離が長いと、イベント開催中よ、この距離適正1800か2600となります、なってますが、短い方は1800でも十分、あの鋭い吸い足を出せるより比べて2400まで伸びると一勝もできない。確かに2500の有馬記念は1着取ったんですが、2200が上限で、実際は案外長い方は向いてないのかなって気はします。まずまずかしら。うん、いい感じじゃない。今9月を2周ですか。なんで凱旋門賞とかも実際は長いイベント開催中っていう気はしますね。元気いっぱいね。いい感じだわ。そうですね、2周ですね。残りはクエスト達成よ。なんかびっくりマークついてる。いい仕上がりだわ。いい感じだわ。プレイレース出しますかね。クエスト達成よ。イベント開催中よ。
さあ、一応508キロで出なければなりません。何か用？十分ね。お、調子を回復させたい。嬉しそうね。何か用？ということで、SWBC 出します。思い切ってバイアリーターク、ダーレアラビアン、ゴロフィーバルブですね。見てくださいよ、これスタート勝負根性、瞬発とも SS ですからね。あと、あの2000って書いてますが、距離そんなに関係ありません。え、距離はあの距離とか、確かあのダートが得意でもこのレース関係なく、ただ馬の力で結果が決まっていたと思います。え、戸崎くんでいきます。さあ、SWBC 決め切りまであと15分ということですね。はい、結果が出るまでお待ちください。ではそれではまた後で。うかしら。はい、SWBC 結果が出ました。緊張の瞬間、結果見てみましょう。さあ、これは限定レアガチャですね。マウンテンロックブロックバスター。この子なら心配ないわ。 1.1倍、5番人気。ただいまより投票受付を開始します。出走馬の中では最低人気ですよね。でも丸は1つついてます。そこにかけるしかない。一番人気はこのヤマトプレストン。ちょっとチャカついてるように見えますよね。ドミナルワールド、マウンテンロックサンクじゃないですか。エレキ版、エレキ版マンゴー、アーモンドアイ、これ我がカタロマレー、ストライクイーグル、カタノトルコライス、さあレーススタートです。さあ、この12頭のメンバーになります。バイアリーターク、ダレアラビアン、さあ馬が飛んでいき、三大始祖誕生、スーパー WBC、 SWBC 発走です。時間を、我が肩のマネは710番、スタートにご注目ください。スーパーワールドブリーダーズカップ、さあいよいよスタートです。まあまずまずかな。まずまずのスタートといったところであります。先行争いであります。先手を取ったのはオルコックアラビアン、アドミラルワールドがかわしていきました。ワールドです、ね、11番エクリプス、それからもう一頭ヘロドン、その後ろでやりましょうか、ロドルフィンバルム、そしてイタイタヤマトプレストンとルメール、この辺りちょっと離れているシンボリボルド、それから10番カタノマレイ、ここから474メートルは海の中を走るガラスのトンネルコースです。それから4番ラーレーアラビアン、もう1頭1番マッチェム、ちょっと離れて9番エレクパンであります、そして内からはバイアリーターク、
もう一度前から整理してみましょうか。これが先頭アドミラルワールドであります。早いですね。その後ろ3馬身くらいあって5番オルコックアラビアン、大きく飛ばしてる感じです。離されまして11番エクリプス、さあもうヘロドが、そしてその外にゴドルフィンバルム、7番ヘロドが上がってまいりました。これが1番人気のヤマトプレストン、ムメール騎手、この手応えはどうか。おっと大歓声が上がる、ファーイースト競馬場、大歓声が上がる、ヤマトプレストンが6番手先頭に踊り出すことができるのかどうか。さあ先頭はアドミラルワールドが3馬身リード、カタノマレー、ものすごい勇姿、2番手にオルコックアラビアン、大きたカタノマレー勝てるぞこれは。さあヤマトプレストンとの一騎打ちか、抜けたか、先頭に並ぶ勢い、1着カタノマレー、やった勝ちました。スーパーワールドブリーダーズカップを制しました。即賞金が1万3000枚突破。いやー、ヤマトプレストンを振り切って SWBC なんと制覇です。厩舎レベルはアップ。いやー素晴らしい。いや5番人気の低評価跳ねのけましたね。なかなかやるじゃない。本当ですね、追われる立場です。クエスト達成よ。イベント開催中よ。馬風石も5ついただきました。ちょっとこれ秋の天皇賞出せそうにないですね。ジャパンカップは距離が長いから、イベント開催中よ。イベント開催中よ。イベント開催中よ。もう一周ですね。これで多分次回香港に出すんじゃないかなと思います。イベント開催中よ。香港カップ、何か用ということで、見事に、SWBC を制覇することができました。3000と価格 SWBC 制覇の文字、獲得賞金も1万3000枚を突破ということで、残り50周、上をなお上を目指していけるかと思います。2回目の SWBC 制覇も、ぜひ目指していきたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。チャンネル登録もぜひ応援の意味でよろしくお願いします。1000人まであと80人となっております。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してますので、よろしければ見てください。また関連動画、動画プレイリスト、最後の20秒で表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。